じゃあ次の質問いただいてます、ウェブ集客をしてはいけない商品やサービスはありますかということなんですけど、基本的にはないと思ってます。でただですね、そのホームページで完結するものっていうものと完結しないものっていうのは絶対あるとは思いますので、例えばまあ高額商品で自分の扱っているものは金融商品であると、金融商品であったりとかですね、非常にこう高い商品っていうものに関しては一旦資料請求をしてもらうとか、例えばその見込み客が欲しがっている情報を、取れるようなホームページにするとか、まあホームページというのはサービスとか商品を買いに来ている人、検索して買いに来ている人が大体1割で、その残りの9割っていうのは自分の今抱えている問題や悩みっていうのを、解決したいと、何か解決する情報がないかなと思って情報を取りに来る方が9割って言われてます。なので、この情報を取りに来ている方っていうのにアプローチする、まずはアプローチするっていう方がその高額商品とか、ちょっと業界的に信用性がの高さがいるよという商品であればですね、ワンクッション置かれるという方が効果を取れると思います。で、ウェブ集客をすべきではないサービスとしては、一つ考えられるのはやっぱりその飲食店ですかねそうですね、飲食店さんとかは、それもやっぱりウェブ集客っていうのをどこまで広げるかっていう話なんですけど、グルナビとか、食べログですかね、食べログみたいなもので出していくっていうのもウェブ集客になるので、そっちの方は効果は絶対高いと。なので基本的にはそのウェブ集客に向かない商品とか、サービスっていうのはないと思いますので、一度トライしてみてください。